北京地下鉄は、中華人民共和国北京市の地下鉄である。2019年9月現在、北京地下鉄は23の路線を有し、北京市の12市かつくと河北町労報し、公陽区に394駅を有する。2014年以降、平日の1日平均輸送量は1000万人を超えており、世界一輸送量が多い地下鉄となっている。 過去最高記録は2019年7月12日の1375万人であり、これは東京都の人口に匹敵する北京地下鉄の計画は1953年に始まり、1965年に着工した。最初の路線が竣工したのは1969年であり、中国で最初の地下鉄である北京地下鉄は多くの国有企業と 官民合同企業によってそれぞれの路線を運営しており、その中でも軽港地鉄が運営する四号線は中国大陸で初めて官民パートナーシップにより建設と運営を行う方式を採用した地下鉄路線である。現在も大規模な建設が相次いで進行しており、2023年末に営業キロがおよそ1 0 0 0トルまで伸びる予定である。2019年9月までに 北京地下鉄は23の路線を開業している。北京地下鉄は運営会社が相互に独立する上下分離方式を採用しており、各路線の施設は北京基礎組織投資が管理している。一方で、各路線の運営は以下の通り複数企業に分かれている。それぞれ運営している企業の路線に対して、北京市軌道交通式中心が介入し、北京地下鉄全線の運行管理、 廃車式と乗車券の統計を担当している。切符2014年12月28日改定。首都機乗線と対抗機乗線を除き、以下の運賃が適用される。2019年現在の北京地下鉄の最長距離区間は 103km であるので、最高運賃は10元となる。2007年10月7日から2014年12月27日までは、 運賃が一律2元であったが、補助金の打ち切りや乗客の急増等の理由により値上がりされ、距離別運賃制が初めて導入された。同時に、北京市政交通カードを毎月一定額以上利用した際に運賃が割引される制度が導入された。100元以上で運賃が2割引に、150元以上で運賃が5割引になる。ただし、 400元以上になると割引がなくなる。2007年以前は以下のように路線別で運賃が設定されており、定期券も販売されていた。1971年以降、切符は紙製のものが窓口で販売されており、改札も有人改札であった。しかし、2008年6月8日をもって紙製の切符が廃止されて、6月9日より全線、全駅で一斉に、 自動改札機が導入された。カードを持っていない人は、券売機及び窓口にて一度のみ使用できる IC カードを購入しなければならない。2006年5月10日より、北京市政交通カードと呼ばれる IC カードが全面的に導入されている。これは JR のスイカや ICO カなどと同様にカードを機械にかざすだけで運賃を支払うことができるもので、 北京市内の地下鉄と路線バス全線、北京市内を走る9割以上のタクシー、駐車場やガソリンスタンドのほか、スーパーやコンビニ、百貨店、レストラン、映画館、公衆電話等でも使用可能であり、自動車の通行料等支払いシステムである、ETG でも同じカードが使用できる。また、駐車場と地下鉄の料金を支払う際に IC カードで連続して決済した場合は、 駐車料金に追達分の上限が設けられるなど、パークライドの特別割引が適用される。初回購入時には20元のデポジットが必要で、残高のチャージは10元単位で行われ、カードが必要なくなったら、デポジット、残高ともに、手数料無料で返却できる。なお、交通カードで、市バスを利用する場合、運賃は5割引され、主に、北京の郊外で、 路線を持つ八方たちのバスでは5割引きの IC カード運賃が適用される。日本と同様、地下鉄は駅の自動改札機にタッチするものであり、出口の改札機で料金が決済される。また、残高不足になった場合でもマイナスのまま出場することが可能であり、不足分は次回入金の際に差し引かれる。なお、交通カードは2008年8月7日より、 天津市の公共交通 IC カードであるシティカードとシステムが統合され、いずれかの都市のカードで北京、天津両都市の公共交通等で利用、割引できるようになった。ただし、両都市を30分で結んでいる京新都市間鉄道ではまだ利用できないことや、日本の IC カード相互利用とは異なり、 両都市の残高プールが別々になっているといったことが注意すべき点として挙げられる。2019年1月20日から専用アプリで QR コードを利用した1日乗車券の発売が開始された。1、2、3、5、7日有効の各券種が用意されており、それぞれ20、30、40、70、90弦で機上船を除く各船が乗り放題となる。 北京の地下鉄路線網の変遷1953年7月27日に朝鮮戦争が急戦した後、中国の主導者は国内の復興と再建に全力で取り組むことを決定した。モスクワの戦いでモスクワ地下鉄が防空壕と軍事指令所として機能したことを参考に、同年下半期に中国共産党北京市委員会は北京市を改築。 拡張する計画の草案を制定した。この草案では地下鉄が平常時における防御手段として提案された。当時の中国は地下鉄建設の経験に乏しかったため、ソビエト連邦や東ドイツから技術支援を受けた。1954年にモスクワ地下鉄の建設従事者を含むソ連の技術者が北京地下鉄の建設準備作業のため招兵された。 1953年から1960年までの間に何千人もの中国人留学生がソビエト連邦に派遣され地下鉄の建設について研究した。1957年に北京地下鉄は最初の路線計画を取りまとめた。環状線1路線と7路線の計8路線からなる1 7 2トル1 1 4駅の路線網が計画され、 そのうちに路線が最初に着工されることになった。一つは、長安街に沿って東西に建設される路線で、奇襲天駅は五松駅と大望路駅とされた。もう一つは、岩園から西敷期も駅、西四駅、中山公園を経て、北京体育館まで建設される路線である。これらの二路線が選ばれたのは、多くの国家機関を通るルートだったことによる。しかし、 南北に建設される区間が4号線として実際に建設されたのはそれから40年後のことであった。1960年代から中蘇対立が顕著になったことで建設計画は中止を余儀なくされた。1960年からソ連の専門家が中国から去り、1963年までに全員が帰国した。この頃に行われていた。 大躍進政策による弊害で1961年に建設計画が中止されたが、数年後に再開、北京市街地西部の丘陵地帯にある西山に国家指導者が避難することを容易にするため、それまで計画されていた地下鉄線を西に延長した。1965年2月4日に、毛沢東主席がこの計画を承認した。 北京地下鉄の一期工事は1965年7月1日に着工され、取得や東省兵を含む国家指導者、並びに北京市市長の方針が非公式に参列した。地下鉄の建設にあたって最も葬儀したのは、改削工法に必要な草削面積を確保するために復興門駅北京駅間で北京内城の城壁や城門を解体することであった。 建築家の両子生は、旧市街のシンボルとして、城壁の保存を提案した。毛沢東主席は、城壁の解体は、住宅の解体より優れていると提案した。最終的に、周恩来首相は、西洋門にある城楼や矢倉の保存を要求し、その他の城壁や城門は解体された。1969年9月20日に竣工し、10月1日に、国慶節に合わせて開通。 路線長は 23.6km で、改作工法を採用して、西山のリンゴ園駅から北京駅までが開通し、17の駅が開業した。この区間が中国発の地下鉄であり、香港、ソウル、シンガポール、サンフランシスコ、ワシントン等の都市よりも早く開業した。しかし、多くの技術的な問題により、北京地下鉄はその後の10年間で事故が立て続けに、 生じた。1969年11月11日に、電気系統からの火災により3人が死亡、100人以上が怪我を負い、2両が破壊された。州恩来首相は、軍隊が地下鉄を制御するようにしたが、事故は依然として続けざまに発生した。1971年1月15日に、地下鉄の一気工事区間の支援業が開始され、路線は、 北京駅から甲州分駅までであった。片道ギップの料金は一角に設定され、紹介状を持っている人のみ乗車することができた。営業区間における西側の終点は1971年8月5日に、玉仙戸駅まで1971年11月7日に、古城駅まで1973年4月23日に、林檎園駅まで延伸された。 1971年に北京地下鉄は国際共産主義運動により年間828万人の乗客を輸送したが文化大革命の期間にあたりし営業が続いた。政治的な原因により1971年から1976年までの間地下鉄はしばしば運休を繰り返した。1976年に地下鉄の運営権が軍隊から返還されたが 地下鉄は依然として火災等の事故により何度も閉鎖された。1981年9月15日、市営業から10年後、北京地下鉄の一気工事区間は、検査が行われて引き渡され、正式に営業されることになった。19の駅と西山から北京駅までの 29km の区間が含まれる。工事は7.06億元が投資された。地下鉄は、 北京市,市鉄工主管理に引き渡された。1984年9月20日、北京地下鉄の2機工事区間が開業した。復興門駅から建国門駅までを馬のひずめに例えられるような線形で結び、16.1km12 の駅を有する。2機工事区間と1機工事区間の一部分は開所して、環状運転ができるが、 1987年12月28日になって、ようやく、二つの路線はそれぞれ新しい路線に改組され、リンゴ園駅から復興門駅までを結ぶ1号線と、北京内城の城壁を通る環状線、すなわち2号線になった。片道切符の料金は2角に値上げされ、両線を乗り換えた場合は三角とされた。北京地下鉄は1988年に、 年間輸送旅客量が3.07億人に達した。1990年に地下鉄の1日平均輸送量が100万人を超え、年間輸送旅客量が3.81億人に達した。1991年から切符が互角に値上げされたことで、年間輸送旅客量が10000人減少した。1991年1月26日、1号線を 超案外に沿って東側に延伸する計画の承認を得て20億元が投資され、その中には日本の海外経済協力基金から192億円の借款を受けた。延伸工事は1992年6月24日に着工した。生丹駅が1992年12月12日に開業。その他の区間が1999年9月28日に 開通し、国家主導者の恩加宝家計林、湯正正都市長の隆起が開通式に出席した。2000年6月28日、北京地下鉄1号線の全線が開通した。切符の値上げが影響した1991年を除いて、北京地下鉄の旅客量は急増を続け、1995年に年間輸送旅客量が5.58億人に達して、 当時の史上最高記録となった。ただし翌年は切符を2元に値上げしたことにより、年間輸送量が4.44億人に減少した。2000年に切符を3元に値上げしたことにより、年間輸送量は1999年の4.81億人から減少して4.34億人になった。2001年7月13日に北京が 第29回夏季オリンピックの主催権を獲得したことで北京地下鉄の開発事業が強力に推進された。これに合わせて北京地下鉄は北京市北部と東部に地上線と高架線による新線を二路線開通した。2002年9月28日、市の北部を半円型で結ぶ13号線のうち西時期門駅から海流管駅までの西側部分が開通し、 2003年1月28日に全線が開通した。1号線における通州区方面の延伸線として、8通線が2003年12月27日に開通した。両線は1999年と2000年の年末にそれぞれ着工された。2002年から2008年にかけて、北京地下鉄は地下鉄の建設に638億元を投入した。 2015年に総延長 561km を建設して19の路線を開業させる目標を実現するために将来的に2000億元の資金を投入することにした。5号線は2007年10月7日に開業した。この路線は2000年9月25日から建設を開始した。5号線が開通した当日、地下鉄の運賃が3元から7元で不当だったものを 一律二元に値下げし、どのような経路で乗り換えをしても料金が一定になった。北京市政府は補助金を負担して、損失をまかない、交通渋滞や大気汚染を減らすために市民が地下鉄に乗車することを推奨した。2007年に北京地下鉄は6.55億人の旅客を輸送し、北京市政府は一列車あたり、平均0.92以の補助金を負担した。新線が、 次々と開通するのと同時に、老朽化した設備を更新する工事も行われた。北京地下鉄は1号線と2号線を対象に、各駅のコンコースを改造し、サービスセンターを増設し、駅の案内標識やトイレもリニューアルされた。その一方で、1号線と2号線は運行を中断することなく、車両、信号、通信、電源、機械、信号システムの更新が完了し、 新型車両を購入して運転間隔が短縮された。また、2号線は有人運転による自動運転を実現した。これらの更新工事に84.3億元を投資した。2008年6月9日、更新プロジェクトによる成果の一つとして、北京地下鉄は自動発見システムが強要され、紙質の切符が発行を停止し、非接触式の IC カードにとって変わられた。 乗客は地下鉄の出入り口にある自動改札機に IC カードをかざすか、北京市政交通カードを使用することで決済が即座にできるようになった。2008年7月19日に1 5号線の1機区間、8号線の1機区間、機場線が同時に開業して8月のオリンピックを迎えた。これらの3路線の開通により、8月22日に、 北京地下鉄は1日の旅客輸送量が過去最高となり492.2万人に達した。北京地下鉄は当年の年間旅客輸送量が75%増加して12億人に達した。2009年9月28日に4号線が開業し5号線に次ぐ南北の大動脈となる。この路線は香港鉄路と北京市政府による共同投資の下、 2004年に着工された。2010年12月30日に15号線一気区間、昌平線一気区間、大港線、坊山線、また小線の5路線が開業し、総延長距離が一度に 108km 増加した。これらの路線は2008年11月に中国政府が発表した経済政策の後に工程を早めてコストを削減するために高架線をメインとした。 郊外路線となった。2011年12月31日に8号線2期、北側区間、9号線南側区間、15号線1期東側区間と、棒山線の未開通区間だった、王宝台駅から格好層駅までが開業した。15号線以外の3路線は、北京市で交通需要マネジメントが実施される前に開通した。 2012年12月30日に6号線1機区間、8号線2機、南側区間、9号線北側区間と10号線2機が開業した。これにより、某山線と9号線型路線に接続した。近年の路線別利用状況は以下の通りである。北京では地下鉄道網の拡充が行われている。現在、以下の各路線が建設中である。 北京市は2021年までに同市の地下鉄を計27路線総延長約 998.5km にするとの地下鉄整備計画を発表した。ありがとうございます。